はいどうも、楽しい集合の時間ですよ。今日も暑いですね。桃です。なんかちょっと暗いか。ん、あ、こっちの出来つけ、まあ、いい、桃です。まあいい、出来つけるか、つけるか。この近いか、あんま変わん、あ、変わった。はい、桃です。福島の桃です。いや、暑いわ、暑い。今回は皮むいていこうか。いや、皮むかないでも美味しいけどね。するぐらいだよ、今日のこの暑さは。いや、この間あのラーメン屋さんに行ってる時のが一番やばかったけど、あの時はもう本当に熱中症の一歩手前、完全に本当にフラフラクラクラした、やばかったですよ。でラーメン食べてる時に水ばっかり飲んでんじゃねえよってたくさんクレーム動画でクレームいただきましたけどね。いや、もうあれはそうせずにはいられなかった。滝どころじゃなかったもん、もうナイアガラの滝、もうそれどころじゃなかったもん、汗も。もうこのラーメン屋さんに到着するまでに大変なことになってたし、食べてる最中も食べ終わってからも、もう今日はもう食べるのやめようかな、撮影するのやめようかな、一瞬躊躇したもんね。でもやっぱりどうしてもその食べたい気持ちの方が上回っちゃって、あの状態で熱々のラーメン食べちゃいました。いやでも美味しかったから、美味しかったですから、そりゃそうですよね。食べたくて行ってるんだから、行くまでの間に暑さにだいぶ攻撃を受けてあれでしたけど、そのために行ってんだからね。そんな食べもしないで何しに来たんだって話になっちゃう。いや、まあまあ用事があってあれだったんですか、あの時は。っていうのは柔らかいのも好きですけど、こういう固めのものも好き。そういえば最近すもも食べてないんだ。すもも、日本に暮らしてる時のちびっ子の頃はよく食べたもんですけど、そのまま島の中で引っ越したんですけど、引っ越す前の家にはスモモが生えておって、よく食べたもんですよ。柿も生えておったけど、柿は渋柿でね、
僕ら人間は食べなかったな。僕ら人間は食べなかった、うん、でも干し柿にしたことあったっけ。うん、ここおいしい。干し柿にして食べたことがあったような気がする。入ったっていうか、あれだな、あれ多分フジヤスジヤが植えたんじゃなかったかな、あのグアバ、標準語で言うとあれは。多分そうだった、フジヤスジヤがなったはずよ。台湾のやつっつったかな。あのとっても美味しかったね、あれも。当時また僕がすごいちびっこの頃なんか、小学生の館アニアタ、まあ館アニアタっていうよりも、当時からしてみればあの兄ちゃん姉ちゃんたちが通学路にしとったからね、うちの庭を。こう道路があって嫌がると門とこうやってこう繋がってこう通れるから、こっち通って行く小学校の小学生の兄ちゃん姉ちゃんなんか通ってたな。でそのバンジロなんかちぎって食べたりとかしてね。ガジュマルの木が生えておってこれ出かけになってんだけど、その葉っぱが落ちて、そのこう集めといて堆肥みたいになるわけですよそこのところにはたくさんトカゲとか、あれ集まってくるから、ナンゴムシとかミミズとか、あとこんなちっちゃい大物、あのナウシカの大物子供みたいなちっちゃいのでぴょん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 跳ねるんですけどね、あれ捕まえてあの糸でくくってね、トカゲ釣り、トカゲ釣って、別にそれ釣って食べたりするわけじゃないですよ、買うわけでもね、しばらく買ってるつもりの容器なんかに入れたりして眺め通って、あとそのガジュマルの堆肥みたいにして溜めてるところに、グラジオラスがねそこら中に道端にたくさん咲くわけですよ。こう前話したかな、そのグラジオラスをプロさんね、そのいろんなところから引き抜いてきて、そのあれと高光だったな、あれも高光と二人でそれをこっちに全部植えて移植して、こっちでグラジオラスの応援作ろうっつって、小学校2、3年生じゃない、1年生かな、1年、2年、3年ぐらいか、グラジオラスをたくさんもう取ってきて、そこにたくさん植えるっていうか、もう子供のやることですから、チキサシ差し込む時みたいな感じにしてやったけど、全部枯れましたね。全くうまくいかなかったな。あれでこう誰かの畑から盗んできたりとかじゃないですよ、道端に生えてるやつだから、まあそんなあれですけど、なんか植物とかそういったものを育てるものことの難しさ、それはあのグラジオラスの大移植大会、グラジオラス農園
作ろうっつって失敗した。あれで学んだね。2019のやつ、2020のやつ持ってますか？売ってたら買いたいな。もうすぐあるけど、もうすぐってこと。福島の桃、なんか暗いね。でもね、やっぱね、暗いな。こんくらいにしとけばよかったのか。あ、そうか、そういうことか。福島の桃、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。